日東交通木更津運輸営業所。日東交通木更津運輸営業所は、千葉県木更津市海部地に位置する、日東交通の営業所である。木更津駅周辺の路線を中心に担当する、海部地車庫、本所の他に、参下に、袖ヶ浦市や市原市の路線を担当する、平岡車庫を持ち、2車庫で構成されている。内和共同運行会社、木更津成田空港線は、 東関道経由、それ以外は東京湾アクアライン経由での運行となっている。2016年3月19日より、潮未線、イオンモール木更津線において、先行してパスモなど交通系 IC カードでの運賃支払いが可能となった。その後、2017年3月20日より、全線で取り扱い範囲が拡大された。 IC 運賃は原則として1円単位での生産となり、バス利用特典サービスが適用される。木更津駅から、木更津消防署経由でソニー前を結ぶ系統。木更津駅から、木更津消防署、ソニー入り口、イオンモール、君密製鉄所を結ぶ系統。潮見線、木更津駅から、市民会館、イオンモール、旗沢君密駅南口を結ぶ系統。イオンモール、 木更津線で構成される。2014年10月15日のダイヤ改正により、イオンモール、木更津発着の各系統を新設する。塩見線は引き続き土休日は運休となる。イオンモール木更津線は、普通運輸営業所との共感。木更津駅から清見台団地を結ぶ路線で、発着場所によって様々なルートがある。木更津高線への通学路線の役割も担う。 なお、小港鉄道発行の回数券との共通利用は、できない。木更津駅から CI タウン、八幡台ニュータウンへ至る路線である。かつては、急行、一部区間として運行していたが、2003年7月15日、両系統の機密中央病院乗り入れ、平日の昼間に限り運やる時に、各駅停車に格下げされた。2010年10月16日のダイヤ改正で、 ヤワタダイニュータウン線に、ハトリア丁目、新船団地を経由して運行する便がそれぞれ新設された。2004年5月6日に運行を開始。木更津駅から木更津総合高校、ホタル屋を経由して、カズサアカデミアパークを結ぶ。土休日は全便運休。木更津駅から鎌谷地区を結ぶ。運行経路の大半は、県道23号を経由する。 カズサアカデミアパーク線を保管するため、平日に一部の便が、カズサカマタリ一丁目経由で運行される。1997年3月10日に、カズサアーク乗り入れを、2004年5月6日に、カズサカマタリ一丁目北への乗り入れを開始する。校舎は、平日の一部のみ。木更津総合高校、アピカ木更津店、イオンタウン、木更津城西を経由して再び、 木更津駅に戻る循環路線。2002年1月30日に、アピタ木更津店への乗り入れを開始した後、早朝の便はアピタ、ホタルの入らない、2011年12月26日より、ホタル屋4丁目、イオンタウン、木更津城西方面へと路線が延伸され、従来片回りのみの運行であったが、同時に両回り運行されるように改めた。 木更津駅と新船団地を結ぶ路線である。拓大工業高校と私学館中東部、高等部への通学路線の役割も担う。終端部が循環運行となっており、陣屋下新船団地富士見台陣屋下の順に循環する。木更津駅と木密駅を結ぶ。国道127号線と新日鉄住金社宅、住宅地が密集する。旗沢地区を経由する。 普通に営業所と共感だが、平日朝の1往復のみ、東営業所が担当する。2003年7月15日、秘密中央病院への乗り入れを開始する。2014年10月20日から、運行開始。清見台団地から、大田地区、城西地区、新船団地、木更津消防署を経由して、4モール木更津を結ぶ路線である。 日東交通では希少な市原市に乗り入れる路線。姉毛崎駅と幕大駅を結ぶ路線で、ほとんどの区間で、県道24号、久留里街道を経由する。姉毛崎駅、優秀台入口は、小湊鉄道の競合区間、小湊鉄道発行の回数券は、使用不可。歴史は古く、戦前の1932年8月1日に、長島深市が、 マリエタムラマリアネヶ崎駅で運行を開始している。その後、桜台団地の造成に伴い、桜台団地線、アネケ駅桜台団地の運行を開始する。2002年6月16日、アネ崎線の一部便が日中を中心に、桜台団地へ乗り入れ、地の駅の便が桜台団地を経由するようになった。長浦駅からのぞみや団地を結ぶ路線で、 2000年5月1日に運行を開始した。平日は午前の便と午後の便で、土休日は1日おきにそれぞれ運行会社が異なる。なお、この路線は袖ヶ浦市が運行を主導している、関係上、定期券、回数券類は専用のものしか利用できない。袖ヶ浦バスターミナル、袖ヶ浦駅から根形地,地区、のぞみや団地を経由して、 東横大気の日向川行政センターを結ぶ、のぞみやターミナル発着の区間便、東京ドイツ村発着の区間便、平日1往復、土休日3往復も運行される。ほとんどの区間で、県道143号を経由する。1932年に、吉田忠な成人物が富岡村下君、中川村横田、平岡村、野里の運行を開始すると、 1934年に、石井自動車が、奈良葉駅、現、袖ヶ浦駅から、寝形の運行を開始する。1952年7月4日に、この2つの路線を統合する形で、日東交通が、平岡線、木更津駅西口奈良葉駅平岡小学校として、運行を再開する。その後、のぞみや団地の造成に伴いのぞみや線。 袖ヶ浦駅のぞみやターミナルの運行を開始する。2000年10月16日、休行を廃止すると同時に、旧、のぞみや線、袖ヶ浦駅のぞみやターミナルと、旧、平岡線、袖ヶ浦駅日向川行政センターを統合、線名をのぞみや、平岡線に改める。2010年1月16日より、袖ヶ浦駅、袖ヶ浦バスターミナル間が延長された。 2014年6月1日、土休日に限り東京ドイツ村発着便を設定。日向湾行政センター発着は、土休日運休となる。2017年4月16日より、東京ドイツ村発着を平日にも一往復設定。木更津駅から清見台、横田を経由して、地のを結ぶ。ほとんどの区間で国道409号を経由し、 枕寄りの一部区間は JR クルリ線と並行している。2011年10月1日より、気温踏切から、溝下間の運行経路変更と停留所新設が行われたが、これは先に廃止された笹子系統の代替も兼ねている。2012年4月12日より、運行開始、木更津カナダバスターミナル。 袖ヶ浦バスターミナル発着の高速バスと三井アウトレットパーク木更津を連絡する路線である。2017年より怪物車庫、本所より平岡車庫に移管された。2001年10月1日、旧中郷線、旧富岡巡環線の廃止に伴う代替として、木更津市からの委託を受けて運行を開始する。運行は平岡車庫が担当している。 一部の便は、溝川を経由して運行する。富川橋の橋梁を掛け替え工事に伴い、2014年9月3日から2017年7月28日までは、途中に臨時停留所、百目木公園停留所を設けた上で、大坪、下根岸間を、迂回運行した。工事の終了に伴い、2017年7月29日より、元のルートに戻された。 東京ドイツ村イルミネーション開催期間、毎年11月下旬から翌年4月上旬までに運行される直行の臨時バスで原則として同社の単独運行だが、繁忙期に限っては、千葉中央バス及び小港鉄道も運に参画する。君津市、市原市、大滝町からの住宅で実証運行する周遊型路線である。従来、 バス路線が通じていなかった JR 久留里線と小港鉄道、泉鉄道の連絡による観光ルート開拓を目的に春季、秋季の観光シーズンを中心に実証運行している。2016年秋季、9月下旬から12月上旬より運行を開始し、2017年には上佐中野駅まで路線が延伸された。土休日のみ運行。表記の運行区間。 共同運行会社は廃止、撤退、遺憾時点のものである。一般路線車は国内4メーカーを揃えている。同社営業所の中でも、特に当営業所は、配属車両が最も多い、怪物、平尾が合わせて。また、東京電力二日火力発電所の特定、限定、輸送を受託しているため、ここに記載した、以外の車種、主に日産ディーゼル車も在籍している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。